フランシスコ・パコ・エレイラ・ローレンソは、スペイン・バルセロナ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー。カタルーニャ地方のバルセロナに生まれ、地元の CE サバデルからデビュー。2シーズンを、セグンダ・ディビシオンでプレーした。20歳だった1974年にプリメーラ・ディビシオンのスポルティング基本に移籍したが、 基本は1975から76シーズン終了後にセグンダ降格となった。レバンテ UD で2シーズンプレイし、1979年に CD バダホスに移籍。32歳となった1986年セグンダディビシオン B のバダホスで現役引退した。現役引退後もバダホスとのつながりを持ち、ユースチームのコーチや トップチームのアシスタントコーチを務めた。1992から93シーズンと1994から95シーズンには2度にわたってトップチーム監督を務めた。1998年にはセグンダディビジオンの CD ヌマンシアの監督に就任し、同年にはやはりセグンダの CP メリダ監督に就任したが、1999年11月に解任された。 2001から02シーズンと2002から03シーズンにはセグンダのアルバセテ・バロンピエとポリデポルティー・ボエ・ヒドを引きそれぞれ10位と13位の成績を残した。2003年にはセグンダのレクレア・ティー・ボエ・エルバ監督に就任したが、直近の11試合で7分と停滞し、コルドバ CF に0の2で敗れた、直後の11月9日に解任された。2004年夏、 プレミアリーグ、リバプール FC 監督に就任するラファエル・ベニテスのコーチングスタッフに加わり、2シーズンの間、アシスタントコーチとチーフスカウトを務めた。2006年6月に、イングランドを離れて母国に戻り、RCD エスパニオールのフットボールディレクターに就任。ほぼ3シーズンエスパニオールで働き、2009年2月、アトレティコ・マドリード監督に就任するアベル・レシーノ監督の、 公認として CD カステリオン監督に就任した。2008から09シーズンの残り21試合を指揮し、セグンダで7位に導いた。2010年2月4日、フアン・カルロス・ガリード監督の公認として、セグンダのビジャレアル CFB の監督に就任。トップチームでエルネスト・バルベルデ監督が解任され、その後任としてガリード監督がトップチームに引き上げられた。 2009から10シーズンは昇格初年度ながら7位という好成績でシーズンを終えた。2010年夏には同じくセグンダのセルタデビー後、監督に就任し、2010から11シーズンにはプリメーラディビシオン昇格プレイオフに出場したが、プレイオフ準決勝でグラナダ CF に PK 戦の末に敗れ、プリメーラ昇格はならなかった。ありがとうございます。